減量中の和道です。今日はですね、2017年5月の、9日8時半です。8時39分。おはようマリアン、風船ありがとう。今からトレーニングです。おはようみんな、和道つー、お疲れー、バーガー10個ありがとう。今日の練習多分見応えあるから楽しみにしてて。今日はね、東京先輩来てくれるから。サファイアちゃんどう思う？いや、体重計乗ってないからわかんないけど、相当お腹引っ込んだよ、ほら。相当お腹引っ込んだよ。すごいでしょ。約1週間ぐらい？ 10 日ぐらいか。いや、1週間ぐらいな。引っ込んだでしょ。ほら。あれ、引っ込んだでしょ。完璧です。腹筋出てきました。あともう3週間頑張りましょう。多分あと体感6キロぐらいだと思うんだよね。にゃ、おはよう。書いて。了解です。箱忘れた。アメスピのメンソールライトください。593円になります。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、ワード2、アスカちゃんいらっしゃい。今日は結構激しめのトレーニングやるんで、見応えあると思いますよ。
阪神で行って。いつもそうだよ、スケーターの公園だよ。今日はでもミットも持ってもらうから、ミット打つがある。リアトツ1万人今考えてない。いや、片付いてないよ。そうだね、大変だったね。あ、タイムシフト見てください、マットちゃん。いや、努力家だと思ってないけど、俺。むしろ努力とか大嫌いだから。俺は努力家じゃないよ。多分ね、世の中で一番嫌いな言葉、努力って言っても過言じゃないね。俺は練習は努力じゃなくて楽しいからやってるだけだよ。試合会場でみんなのこと沸かせたいじゃん。喜んでもらうために骨身削るのなんか当たり前っしょ。はい、頑張るよ。もうだんだん1ヶ月だね、残り。練習できるのは残り20日です。1週間前は運動しちゃダメなんだって。早いね。3ヶ月ってあっという間だね。うん。ワード2。そうだね。緊張感つうかね。まあ、経験したことないから。大会とか試合とか。楽しみだよ。はい、ワード2。おー、お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。今来ました。はい、来ました。あ、ちょうどよかった。ウィッス、辰彦さんでーす。
ガタイいいでしょ。今日こってり絞ってもらうから。すいません急で。いえいえ全然もう大丈夫です。いいっす。地下格闘技25戦のファイターやってもらいますぜ。残りあと20日っすね。20日ですね。もうそろそろ近づいてきましたね。はい。あそこの一番奥で。はい、わかりました。はい。ちょっと水入れてきます。あ、一回準備しよう。はい。スケボーいっぱいいる今日も。はい、ワダツみんな楽しんでこうね。そこの壁の上に機材置いてやってるんですよ。ああ、いいっす。電気もバッチリです。ここはね、新宿の中央公園だよ。ちょっと多分10分ぐらい時間かかります。 OK です。新宿の中央公園です。ピンクにしたんですね。そうですね、はい、奥さんがピンク好きなんで。ああ、はい、ピンクにいいっすね。え、地下格闘技ってあれ大会が用意したのじゃなくて自分が用意したのでやるんですか。いや、もう大会が用意したものをつけて。はいっ。じゃあマイグローブは練習の時って感じなんですね。そうですね。16っすか。ここ14。これグローブですか。はい。あ、16です、ね、あ、16、はい、合わせてくれたんですね。じゃあいや、佐野と戦わねえから頑張れよ、ワド。佐野なんてぶっ飛ばせ。違う違う違う、佐野ぶっ飛ばすための訓練じゃないから。でも減量成功してるよ、俺今かなり。かなり成功してるよ。びっくりするよ、多分みんな。飛んだっしょ。うん、そうだね、東京先輩は安心だよ。すごいでしょ、有言実行。鶴の神と戦わないから、割かし仲いいから。鶴とはすごいでしょ。これが低糖質、糖質制限ダイエットってやつね。糖質制限っていうやつと
まあ減量プラスだから、あの運動プラスはライズアップ、だろうな。これ詰まっちゃうんだよすげえ腹立つ。徹底しますね。いやもう時間ないんで焦ってますよ。なんだろうな、東京先輩お疲れってみんな。あ、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はお邪魔させていただきます。試合も近いんでみんな東京に集まってきました、ね、なんか血が騒ぐ。東北住みましたっけ。東北住みました、はい。あ、じゃあ住みに行きましょうか。はい。
今日なんか人すげえ多いわ。今日すごい。スケボーはいつも通りだけど、なんかすごい人多い。なんか学生さんが。なんだろう、向こうの方とか。ダンサーかな？劇団員？じゃあ出席確認します。手を挙げてください。音声映像問題ないよね。あゆめちゃんおはよう。ミュールおはよう。モリサワード2、アスカワード2、リータンリードワード2、ゴルゴワード2、ニアワード2、ジャーニーワード2、アンドーナツワード2、カラスマルワード2、ヒロミさんワード2、サファイアちゃんワード、ジャーニーさんワード2、パンちゃんワード2、ニアー、オッケー、オッケーオッケー。みんな倒して、ハマチさんどうも。じゃあ気合入れていきましょう。今日も練習よろしくお願いします。おっす。サンシャンマンいらっしゃいワード2。ボンタワード2。試合までも時間ないんで、気合い入れて練習しましょう。マーさんはどつ？頑張るよ。プロテインが混ざんないんだよね、そこの部分が。毎回なんだよ。困るな。勝ったら花火ちょうだい。勝ったら花火ちょうだい。翔くんはどつ？プロテインまずいよ。ヘッドギア、スネ当てのレガース、縄跳び、僕のマイグローブです。水足さないとダメかな。負けたら罰ゲーム？負けねえよ。演技悪い。負けねえよ。どんだけ練習してきたと思ってんだよ。ガタイ変わったでしょ。2ヶ月前とか3ヶ月前のスワッチ見てごらんよ。ガタイ絶対変わってるはずなんだよ。
うん、腹は今こんな感じ。8キロ減量です。今8キロ減量中。だんだん仕上がってきたね。しまったっていうか、82キロまで20キロ近く増量したんですよ、僕。で、今8キロ落としてる段階。タイムシフト見て。俺 B 型。準備は結構かかるよ。そりゃそうだよ。どんなのでもそうでしょ。サッカーでも
野球でも変わんないよ。練習で怪我したらまずいからさ。悪いな、ダメだこの縄跳び。前の縄跳びの方がいいわ。はい、ワード2。あやちゃんいつもありがとうね、アイテム。何時まで配信？どうだろう、4時間ぐらいかな。あと3時間半。一応達彦さん終電まで大丈夫ってことだから。はい、ワード2、さつきちゃん。痛いな、ごめん。バンテージ巻き直すは痛い。きつく巻きすぎた。ダイエットじゃん。
腹今こんな感じです。まあこんな感じ、もうちょいだね、もうちょい、もともとさつきちゃんね、痩せてるもんね。あ、シックスパックだったんだ。すごいね。俺多分8パックなんだよね。ナタリー、こんにちは。じゃあ8パックか6パックっていうのは筋肉の量じゃなくて遺伝なの。腹筋っていうのは6個に割れる人と8個に割れると、要は腹筋が8個あるか6個あるか、それ遺伝なの。ごく稀に10個ある人がいるの。だからトレーニングの量と関係ない、すごいとかじゃないの、遺伝なんだよ。だモデルさんとかで8パックの人いるでしょ。俺8パックなんだよ、絞ったら。走ったりとか個人でやるんで、はい、今日ひたすらミットとかってその、はい、なんだっけ、決まり稽古、はい、はい、ああいうのをひたすらやりたいです。はい、お願いします。ただ多分グローブ、はい、試合多分こっちのメーカーで多分やるんじゃないですか。このメーカーでやるんですか。多分ですけど、ベンチさんこれ使ってた。マジですか。これつけてみていいですか。はい、結構硬いんですよ。硬いですね、はい。あ、全然違う。買った。そうです。だからこれで多分試合するんじゃないかなと思うんで。これが多分名前のチームで出た方が。マジですか。こんな硬いんですか。はい。これ借りてもいいですか。はい、いいですよ。買った。これで慣れた方がいいですね。ですね。はい。今日はね、東京先輩と一緒。かっけえ、マジで。これはきついぞ。俺ね、安いやつなんだよ。1600円とか2000円とか。買った。買って、マジで。きつ。これでやんのかな。多分それだと思うんですけど。買った。あ、よかった。でもありがとうございます。いい、ダウンしないね。ただ痛いよ。ただ痛いよ。3分。その辺置いときます。あ、そうですね。
4分で測って、はい、で大体目で見ながら、あ、10秒前だなっつって練習始めて、鳴ったらまた4分押してみたいなループしてます。オッケーです。はい。いやー、やりすげえこれ。買って。本革っすか。多分そうですよね。メーカー結構有名だと思うんだよ。うん、革だからだ。ビニールじゃないから硬いんだ。っていうか、握れないもん。硬くて。そうです。うっす。サップ10秒で撮る。うっす。で、大体、はい、そこの円のこの幅とこの幅がフレームが入るサイズなんで、あ、わかりました。この辺、前の方に行ってはいいんですけど、はい、そこの端とそこの端ぐらいがフレームが入りました。多分入ってますよね。はい。はい。引きますか。行きますか。お願いします。オッケーです、お願いします。きつい。これ結構スタミナ結構いきますよ。きつい。やばやば、死ぬぞ今日。きつい。3分間ひたすらミドルフレーム、今の感じ抜けてるんで絶対
生のスタミナは絶対つく。はい。結構ムエタイの人たちもこのミドルでひたすら回って回ってやってる。タイマー入れました。あ、4分なんで1分インターバルで。あ、OK、座りました。よし。いや、多分ね、チャンピー3分持たないと思うよ、これ。ヒカルくんは多分持つと思う。1分短い、そして。1分が果てしなく短い。ふざけんなよ、死ぬぞ、今日。ほんとに。いや、多分ね、やらせたらわかるよ。あいつ、持久力あるけど、これほんとにきつい。絶対へばる。絶対へばりますよね。へばりますね、これは。絶対へばる。プロでもみんな行くんで。お願いします。よし、お願いします。この流れで始まったら、はい、蹴りが腰の回転が右ストレートの回転に行ってるんで、威力が半減になっちゃうんですよ、はい、ストレート行った瞬間引いてから引いてから、はいはい、ワンクッションザを置く感じ、そうですね、はい、了解です。ちょっとゆっくりいいですか。はい、だんだん力が抜けてきて、フォームきれいくなってきて、あ、OK です。あ、死ぬな、今日。今日死ぬわ。やべえ。ローとミドル全然違うんすね。違うでしょ。体力消耗が、はい、やば、これ。キックはミドル。ミドルきつい。全然3分間切れてるんで、スタミナはめちゃめちゃついてます。
あ、死ぬな、マジで。そっか、出るの？やります、okay. 何でも、はい、っす。 OK っす、行きましょう。くそ、短い。熱い。終了す。これが9分かよ。やば。次はもうスタミナ連打連打の。俺殺されるぞマジで。殺されるぞ。連打で。
ッケーオッケー、いいっすよ。はい、威力はいらないですか？威力いらないです、スピードスピード。救急車だ。汗がすごいです。もう無理。でもこれで今3分4番ぐらいしてるんで、全然多分試合通りそうまで今。全然大丈夫です。いや、試合までに死ぬ俺、本当に。ニートなめんなよ、マジで。マジでやばい、マジでやばい。なんか、やばい。わかんない。わかんないわ。わかんない。ふさん、ありがとう。いや、マジでこれ今日死ぬな。やばい。こんなきついの、格闘家の練習って。やば。やっぱり最初のミドル低かったんですけど、だいぶ威力があるですね。マジできつい。そうでしょ。俺彼氏じゃないよ。あ、やべえ、マジで倒れるこれ。こんなきついにやってんすか。そうです。練習試合前とかはギリギリまではもうずっと
これプラスもうスパーリング12ラウンドもういじめみたいな、もう死にかけのままフラフラのままみたいな。やっぱ3の3だともっときついと思うんで。なんて言いました？ 3分3ラウンドです、ね、その前です。何を10、あのスパーリングですね。スパーリングを3分12ラウンド12ラウンドやば。もう1人を全員で6人ぐらいで囲んで、1人1人も順番交代で、やば、うん、はい、ワード2。いや、マジやってみろよマジでよ、マジでやってみろよ。呼吸ができないんだよ。きつ、マジで。でも、考えながらありますね。僕今同じことしろさ、無理ですね。すごいです。きつ。いや、ほんと今日倒れると思うわ。ありがとう、カクさん。やば、ファイター。超尊敬するわ。なんだ、このトレーニング。違うんだよ。あのね、攻撃だけって疲れるんだよ。これマジっすよね。あのね、3分攻撃だけは疲れるんだよ。ほんとに。それはね、3分防御だけしてたら楽だよな。うるせえよ、お前。消えろ。うるせえよ。じゃあやってみろよ。お前ここに来てやってみろよ。同じことできんだろうな。できもしねえやつが脳がき垂れんな。だって、もうすでに背中もうスラムダンクです。黒だから分かんないと思うけど、もうスラムダンクだから、背中。全身ビチャビチャだから今。もうタバコ吸うよ絶対。さらに絞れるね、今日だけで。いやー甘くねえな。甘くねえマジで。スタミナまた回復したら4ラウンド。いや、次はもうコンビネーションとか軽めに。あ、はい、要は アップっていうか、はい、あれな感じですね、さっきの、はい、いや防御もきついけど、防御の方が体力は消耗しないんだよ、まだね。プレッシャーかかるから防御はあれだけど、ほんときつい。メガネ外してやろう。じゃあ、つけちゃう。このつければつけるほど体力奪われるというマウスピースつける。練習だからな、きつい方がいいよね。きついっすね。俺初めてやったけど、超きついもん、今。いや、ミドルキックを僕、生まれで初めて蹴ったんですよ。はい。全然あの最初の方力入ってて威力はあったんですけど、はい、最後の方は力が抜けて逆にフォームが切れなくなってたんで、力抜けて蹴るっていうのが一番理想です。ほー、はい、じゃあ次のワンセット終わったら休憩入るときタバコ吸わせてください。はい。もう俺今ベッドに倒れ込みたいからね。現時点で。次コンビネーションですか。コンビネーションですね。単発になってしまうんですけど、まあとりあえずだけ、はい、体をだいぶ今いじめてるんで。はい。あ、大丈夫ですか。これね、多分ヒカルくんもついてこれないと思うよ。ヒカルくんが座り込むと思う。本当に。ヒカルくん今から来ないよ、歌舞伎町いいんだから。ね。そうですね。ヒカルくんも来いよ、テルシャンピンも。お前らもやってみろよ。ああ
本当に。まあね、今いじめ抜かないとね、もう時間ないから。ドレさんより S だわ。ドレさんの練習より S だわ。KY だわ、この人。放送のこと考えないで本気で強くしようとしてる。ドレさんが放送のこと考えてやってくれてたのよく分かった、今だから。ド S だよ。ド S。本当に。いきますか。セットで、セットで 3本4本 OK です、わかりました。で、終わったらタバコで OK です。
はい。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 ありがとうございます。ニートにやらせることじゃないわ。ニート舐めてるわ。マジでゲロ吐く。接近戦だと維持が結構有効なところです。はい。
です、OK です。フェイスジャブで。フェイス。え、ミドル。フェイス。ミドルって言われると、はい、トラウマが。フェイス。フェイス。バトンヒップ。フェイス。フェイス。ジャブミドル。フェイス、バトンヒップ。はい。じゃあ戻る。バッツリ戻る。はい。はい。ちょっと見せて。横でいきます。はい。はい。はい。オーケーです。休憩。休憩休憩休憩。死ぬマジで。マジでやばい。これはやばい。これはやばい。殺されちゃう。これはやばい。これはやばい。これはやばい。水取ってくるわ。死ぬ。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。これはやばい。はずいことちょっと解説をしてるの、俺放送無理だわ今日。ちょっとみんなとタブレット。はい。あ、どうもです。させていただいてます。結構すごい蹴りが重たいんで、シャッピンさんの体型だともしかしたら骨は折れるかもしれないですね。暴れもしかしてクリーンヒット綺麗にいけるか。暴れ折れます、折れます。完全に肘の威力がすごいあるんで。肘はね、親父に教えてもらったんですよ、これ。あ、そうですか。喧嘩の時は、はい、これ親父に唯一教えてもらった技で、はい、大体素人の喧嘩って、はい、首掴まれるって教えられたんですよ。はい、掴んでもらっていいですか。はい、そしたらこれで手を切れて、こっから振り下ろせる。あー、これは怖いですね。これ親父に小学校の頃唯一教えてもらったので、はい、で、ここが一番折れやすい骨だから、はい、接近戦になったら、こう振り下ろしたら絶対折れるっていう。だから通りでさっき肘の威力が、そうなんですよ、上からこう行くんですよ、はい、僕肘が一番なんかすごいガツンときたんで、はい、多分当たったらマジ死にますね。あれ、これ鎖骨、はい、あの青山の折ってやろうと思って、はい、これは親父から伝授です。お疲れ様でーす。やばいっすよ。ド S ですよ、東京先輩。ドレさんより厳しいよ。格闘技を本気で強くさせようとしてるよ。いや、もう出るなら、やっぱり一番 KO でいかないと。そうっすね。はい。やっぱ、リュウっても真剣勝負なんで。KO しなかったらつまんないですもんね。はい。でも、絶対3分3ラウンドなんで。チャンスありますよね。そうですね、もう後半のラウンド体力のこと、はい、後半のラウンドに絶対100に近いほど KO は。やばいよ、追い込まれてるよ。東京先輩は、じゃあ自己紹介お願いします。わからない人はいるみたいな。一応ですね、和道さんのマックとかでお邪魔させてもらって、ドルさんとかね、ドルさんとかの練習でよくやらせていただいてます。あ、割れた。いや、ちょっと割れちゃったから飲んじゃうわ。あ、ごめんなさい、続けてください。いい、割れた。緊張するな。結構すごい腕で、僕も腕も結構パンパンになってきてますね。ケラが受けてるんで結構いい。若っすね。やば、威力、いや大丈夫ですよ。威力が結構すごいんで、本当に実際見てる人からしたら受けてみないと、受けた時点でちょっと分かると思うんですけど、結構ね、その軽く蹴ってる感じでも和田さんが重いんで、
僕の音いい音しないですよ。あの、なんていうんですかね、嫌な残り方するタイプですよね、はいはい、だから結構ドスンってくるんで、はい、結構その対戦相手の、まあ、チャンピン君とかもちゃんとちょっと対策とか考えないと、ちょっともしかしたらうまく入ったらあばらは完全に折れますね。一服しますか。はい、これで俺捨て頃は台本とか言われるからね。いや台本でこんなやるわけねえじゃん。台本でこんな練習しねえよ。東京先輩何年くらいやってんすか、格闘技。格闘技でも僕も5年か6年ぐらい5、6年、はい、でも1年も離れたんで。ああ、はい、現役引退して1年だって、はい、で5、6年やってたんだって。ていうか、チャンピンとかさ、ヒカルくん来ない今から。マジで勉強になるよ。これ一回経験しといた方がいいよ、マジで。殺されるぞ、ほんと。練習、でもさ、こんだけきつい練習してるんだから自信つくよね。会場で。俺が負けるわけねえよってなるよね。あ、つながった。チャンピン手合わせたんですけど、やっぱ反射神経恐ろしくいいっすね。はい、あー、やっぱスポーツ選手。当たんない。もう接近戦なら絶対勝ちますよ。そうですね。はい。あの、しない。はい。絶対いけます。ただ体力もあるんですよ。やっぱり走り込みやってた時にスピード感もあるし、スピード反射神経、体力はやっぱやってたなっていう、その運動を。はい。ワード2見えてる。ごめん、なんか止まっちゃった。勝てます、大丈夫です、絶対いけます、止まらないと。勝ち方ですね、あと、はい、戦い方と勝ち方です。すぐ終わらせてもつまんないんで、じりじりいきます。1ラウンド目は足ぶっ壊して、わざと2ラウンド、2試合目でしょ。2試合目です。2試合目がメインマッチなぐらいの。そうですね、はい。ドレさんと入れ替わったんですよ。あ第4だったんですけど、見えてる。あとパンチ怖がりたくない、あのヒカル君にやってもらってたんですけど、はい、あのなんていうんですか、打ってもらって慣れたいんですよ。あ、はい、後でそれも、はい、タイミングで入れてください。わかりました。それで一個技も、技っていうかプレッシャーのかけ方を教わったんで、ヒカル君に、はい、でいいかな。OK。今日は爆睡だね。いや、こういう練習が毎日したかったんで、俺は。ヒカルくんともいい練習できたけど、やっぱね、一人だと難しいんだよ。だ、空気殴ってるだけだから、シュッシュッって。ガードの練習ってのは、そのあれですか、前向こうを見た時に片方がガードを上げて、そうっす、軽くパンチを、ああ、OK です。あと相手のところにボンボン入れてもらって、ああ、はい、ちょっと待って、はい、でレガースですか。レガースです。一応そのミットの時にローとか使ったりとかするとガード練習。僕も使います。
マンコでからかわれてる。マンコって何？え、バンテージもピンクなんだ。ピンクですよね。かわいい。全部1分か、あ、1ラウンド、2ラウンドなんですか、3分。そうです。大体僕が出てたのは、はい、あのワンデートーナメント、1日3試合のやつはもう3分2ラウンドか、また3分1ラウンドです。予選が1ラウンドで、最終だけ試合ですよね。はい。かっこいい赤。あ、はい、いいなぁ、はい、かっこいい。赤いいっすね。赤、そうっすね。和蔵の声使われてる。いいよいいよ、やらせてやれよ。ありがとうございます。あ、それが殺人バンテージ。いや、これはテーピングやってないんで、テーピングで下がダメ作ってから、でそれで上からバンテージのしたら、グーした時にあのコンクリートみたいな
俺巻き直します。久しぶりに巻いたんでだいぶ下手くそです。ええどうしたの？ああわざわざ決着つける？売名書？いいよ、売名ぐらいさせてあげるよ。はい、バズ。いいよ、むなちゃんまんこ。いいよ。いらしていいよ。盛り上げてよ。面白くせよ。面白おかしくせよ、ちゃんと。それスペシャル？ありがとう、クスシャさん。花火くれた、クスシャさんが。ありがとうございます。タチヒコさんも放送やってるんで、ふわっちで。
もしよかったらみんな登録して、もう、アドさんのあれだね。やっぱもうそうですね、ローはもうこれは前提ですね、はい、はい、まあカットできたらいいやぐらいで、いいやぐらいで、はい、逆言ったら自分のも当たるってことですね。そうね、はい、ヒカル君とプレッシャーが違う。前より全然動き機敏ですね、やっぱり。全然角度変わった。はい、何やりましょう。今の多分あんま有効じゃないです。なんか有効な練習を教えてください。有効な練習、ほとんど実践だったらもうスパーリングしかないですもん。でもただ暗いんで、あと危ないし、危ないですもん、ね、逆に怪我とかしたりしたら試合に前に約束稽古。どうすればいいんだろう。よく僕らよくやってたのマスパーで当てずに、あのグローブつけずに当てずにも
自分のその間合いとかだけ確認したりとか、はい、よくやってましたね。足も当てない？足は当てますよ。当てるもその、はい、こう、はい、こう、はい、あ、はい、じゃあそれはい、グローブみたいな感じで、はい、つけててもいいですか？あ、いいですよ。あ、もし当たっちゃったら嫌なんで、僕も、はい、じゃあ、お願いします。ここ3分か。はい、これパンチもらいますね。お願いします。はい、ありがとうございます。はぁ、やってますね。だいぶやってますね。だいぶ変わりましたね。びっくりしましたね。本当にあれ、ここまで2ファイターやったけど、光くんに、はい、プレッシャー絶対引かないんですよ、はい、何やっても、はい、で、やられて超嫌なのがよく分かって、はい、あ、引いたらダメってこういうことだっていう、はい、もう前に出てかれたら嫌なんで、はい、クターンの話クリンチしちゃえばいいんですもんね。そうそう、はい、で話してボコボコにすればいいんですもんね、はいはい、で、今日あの、はい、キック掴んだのがすごい良かって、はい、あれ引いてパンチしたらもうそこでいけます。はい、KO が取れますね。はい、強えわ。本ちゃんのパンチちょっと早めのパンチ2発ぐらい見せてもらったんだけど早い。当たったって分かる。早いですね。いい、結構バチバチしたよ。すいません、距離感待つないです。いやいや、全然申し訳ないです。だいぶ強くなったんで、逆にすごい練習やっぱかけてやったよなと。
もう大体分かってきた。でもね、本当のスピードのスタケジじゃないのよ。だから、なんていうの、スピード的には6割ぐらいのゆっくりのモーションだから捕まえたけど、多分、本ちゃんのでも捕めたけど、嫌だよ、あれ。ミドル。面白いですね。面白いですね。ここまで強くなると思ったらだったっすね。すごい低いでした。今日真面目。今日真面目。もう試合まで時間ない。お疲れ様です、セルさん。リングの上でやってみたいです。距離感が分かんないですよ。あ、そうですね。リングの上が一番大事ですね。リングで、はい、狭いって言いますよね。はい、どれくらいなんですか。僕、この向こうその辺じゃないですか。はい、もうちょいこんなもんですか。大体トカゴの距離がどれくらいですか。ここ体格ですか。いや、この看板ぐらいが角と角ぐらい。あ、結構、はい、思ってたより広いですね。はいはい、動いてるとまた違うんですよ。はい、で、会場によってリングまた違うと思うので。一番狭いやつって言われました、ファーストリングは。あ、もう逃げる場なしっていう。うん、あ、行きますか。どうすか。どうす。あ、マウスピースは。あれ、マウスピースどこだ。あれ、マウスピースどこだ。あ、カバンの、あ、一回3分、もう一回測り直してもらっていいですか。すみません。行きますか。はい。
しますよし、聞こえないですね聞こえないですねこうやはい。イライラしてますよ。いい感じですね。風船ありがとう。風船ありがとう、リキさん。アイテムありがとう。達彦さん、戦いのパターン変えてきたんだけど。え、雨降ってる？あ、すいません。降ってるよね。はい。どうしよう。ごめん、雨降ってきた。機材壊れるから、ちょっと中止します。ごめん。達彦さん、対談にしよう。はい。ちょっと中止します。機材壊れたくないんで、ごめんなさい。申し訳ない。いえいえ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、強い。いえいえ。ごめんね、みんな。雨降ってきた。お疲れっすー。お疲れっす。結構降ってきましたね。ね、もう本降りになりそうですよね。そこんだけでも。そうっすね。お疲れ様でーす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう。